はい、今日はこちらの駅に来ました。比婆山駅、 JR 芸備線、まあ、温泉とかねあるみたいですね。こちらでございます。年季の入った、あ、なんか一等車二等車とか書いてますね。昔のやつですね。うわ、すごいシンプルな。すごいシンプルな作りでございます。で、次の駅が、ビンゴ落合、ね、ビンゴ西条。いいですね、雰囲気がまためちゃめちゃシンプルなんですけど、今日はね、せっかくなのでこの目の前にあるお弁当屋さんかな、行ってみようかなと思います。どうしようかな。はい、ここのね、さっき言ったお店もかなり古いらしいですね。昭和10、この石碑と一緒ぐらいって聞きましたね。昭和10年ですね。改築はしたけど古いっていうことです。ちょっとお弁当なかったですけどね、ありがとうございました。まあ、今日こんな感じで、まあ、雰囲気だけでもということです。比婆山駅でした。ありがとうございましたね。はい、というわけで今日も始まります。道後山ですね。この目の前に、スキー場があるんですよね。スキー場があるんですけども、やってないスキー場なんですよね。でその当時スキー客でにぎわったという駅なんですけども、まあ、こちら右手にあの宿舎っていうか、なんかそういう山荘とかいろいろあったんですけど、今もう更地になってるんですけど、ちょうどあの山が見える、砂山が見える辺ですね。ちょっと今日はねこの辺歩こうかなと思います。ご利用ありがとうございます。でこの外出たら国鉄連絡、あ、旅行連絡所ね、あるわけです。歩いていきましょう。
階段になってるんですね。廃墟になってます。よし、何所でも公民館みたいな感じですかね。遺跡みたいなのが何だこれ。昭和6年、どういうあれなんでしょう。あ、そういう納骨堂みたいなね。あ、お墓なんですね。こんな感じでございますね。ちょっとなんか研修施設のような感じの建物ですね。記念碑、セミナーハウスですね、はい。まあ、今日はこんな感じでお送りいたしました。特にその残ってるものっていうのがもうほぼないんですけどもね。昔はあのスキー場としてすごい栄えたというわけなんですよね。また国鉄の建物もまだ残ってるということです。昔は山荘とかいろいろあったんですけども、まあ、こんな感じということです。ご視聴ありがとうございました。というわけで個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。